日本一分厚いとんかつ。すげえ。1日1食限定の極厚っていうの。うわこれはすごいぞ。違う、何倍が先だ。だからちょっと何だろう、心配してることがいつもあるんですよ。寒寒寒寒。うわ船そこで、あ、はい、ちょっと船来た、回しましょう。はい、はい、よいしょ、船から行きましょう。北山チャンネルよいしょ、船ちょうどですね。あ、振り返してる。ああ、なんで手振ると手振り返してくるんだろうね北山チャンネルだよやめろ、まあありがてえけど、うん、ということで、はい、まあ、海が見えますけど、ここどこか分かりますか。分かんない。どこ。月島です。あ、月島なんだ。はい、車乗って着いたら月島だった。月島です。で、あの、ちょっと今日はあの食べるロケです。あ、本当、はい、ちょうどお腹空いてたわ。本当ですか。うん、何か分かりますか、月島で。月島もんじゃのイメージだね。もんじゃか。一応今回これです。熱くない何これ。え、あ、こっちに書いてある。なんだよ。あ、日本一分厚いとんかつ。そうです。だから厚くしたの。はい。いや、こんなとこ予算かけなくていいでしょ一応もんじゃの町月島に日本一分厚いとんかつがあると。ああ、そうなの。ここがなんかすごい美味しくて今人気らしいので、うん、へえ。ぜひ。もんじゃじゃないんだ。もんじゃじゃないですけど、ぜひ北山さんに食べていただきたいなと思いまして。とんかつ好きだよ。はい、たまにこうランチとかでフラって行ったりする。何の場。今切れませんでしょ。すいません、すいません。たまにフラッと歩いて入ったりするよって。あ、ということで、まあ、じゃあどういうことなの。一応メジャーを用意したので。まったこれでね、はい、あ、まあ、まあいいや、測れればね、はい、これでとんかつを測る。そうです。どんだけ分厚いか。わあ、他のお客さんいたら恥ずかしいかっそうです。一応そのフリップ測ってみます。約3センチ。いきましょう。なんだよこれが。このさ、この厚さとかっていうことじゃないのね。あ、全然関係ないです。関係ねえのかな。船だ、船だ。北山チャンネルだよ。こっから歩くの。こっから歩きます。どっちに歩くの。お任せします。わかんないじゃん、そんなのねえ。貝を増すことにさ、扱い雑になってね。いやいや、じゃあ、あれで噛んでいけばいいのね。はい。もうすでに二択だな。こっち行ってみるか。違います。違うんかい違うんかい。もう鳩に先導してもらって。うわ寒い。なんか月島もなんかもんじゃストリートみたいなのあるよね。はい。でもなんかさ、もんじゃ焼きもさ、昔からのやってるところがなんかいいよね。いいですね。鉄板がさ、若いとさ、なんかスルスル滑る感じわかる。わかります。聞いてないでしょ。聞いてますって。ほんと。でもなんかこれいいね、高い建物なくて。あ、なんだあれ、製造技能士一級。ええ、お店なの。お店じゃないね。お店、誰かが来てるね。ガガ来てます。ガガ来てんじゃん。なんかこんにゃくの角がつまめます。お試しください。お試しください。これいいのかな。ちょっと許可取ってきますね。お店かなんかもわかんない。あ、すいません。じゃあ今あのこの辺を歩いてるんですけど、 YouTube でこれやってもいいですか、こんにゃくのって。これ試してみてもいいですか。あ、いいですか。あ、ありがとうございます。よかった。
じゃあちょっと撮影します、はい、は箸が5500円ですね。これやってみるか。うわ不思議、こんにゃくの角がつまんでますね。普通の箸でこれやったことないから差が分かんないでも角つまめてるよ。すごいっすね。すごい、あグリップがすごいってこと。ああ、ありがとうございました。まさか街中でこんにゃくつかむと思わない北山さん、北山チャンネルは見られてます？あ、見てるよ、見てる見てる。なんか、はい、俺の周りの何業界の仲間たちが、はい、あの編集うまくないって言ってたよみんな。めっちゃ喜んでんじゃん。いいっすね、編集うまくないって言って。いいっすね。そうそうそう、あ焼肉、え、うわいい感じのお店じゃん。え、これいい感じなんだって。お店の名前わかんなくない？わびさび。ちょっと食べログ食べ調べていい？はい。結構調べられたりするんですか？え、めっちゃ調べるこういうの。そういうロケもいいかもしれないですね。裏店みたいな、行き当たりばったりで気になったお店をそこ。ああね、はい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 。今度来ましょうか。 OK、 こっちです。満月？道間違えました。あっちも焼肉じゃん。はい、道間違えました。道間違えた、これじゃないの？あ、これでした日本一分厚いカツ丼。ああ、うわあ、この向かいで俺あんなことやったら確かに気まじいじゃんそんなの。失礼します。よろしくお願いします。お願いします。日本一分厚いんですか？と思っております。あー、なるほど、楽しみだな。はい、え、これおすすめどれですか？おすすめは一番食べやすい特上かなと。真ん中のやつ。これ、これ、あ、これですか？そうです、そうです。これ特上が一番人気。はい、はい、じゃあ特上にしようかな。特上で卵をトリプルというのがありまして、増やすことができますが、そのままでいいですか？そんなの言われたトリプル行きましょうよ、それは。はい、うん、はい、はい、すみません。結構混んでます？お昼時とか。そうですね、はい、ただここのお店はまだあまり認知されてないので、今のとこ穴場です。あ、中条の方だと休日だと3時間待ちとかで。3時間待ち3時間待ち休日は平日で1時間待ちとか並んでるん。ランチ、ランチじゃないですね、もうそれもはや。そうそうです。わ、じゃあラッキーじゃないですか、こんな食べれるのね。一応ちょっと厚さ測っておきます。これの、はい、一応なんでこれの厚さ測るの？セコムの？ちょうど多分そのぐらいかな。とセコムはセコムは5センチですね。5センチ。わかりました。何やらせるまあいいけどさ、なんかどこの豚使ってるというか、なんかこだわりとかってあったりするんですか？豚肉は国産のものを使用してまして、揚げる前に約1日かけて低温調理をして、なるほど、絶対うまいやつじゃないですか。1日かけてるんだ仕込みに。それは美味しいよ絶対。何があんだろうな。どのぐらいの厚さなんですかね。これ何ですか、一番こっちの。はい、こちら硫黄のお塩です。塩？硫黄？硫黄、あの硫黄？はい、硫黄でかけるとお肉が甘い感じになります。わ、これもちょっと試そう。で、一番手前がなんだっけ、これ唐辛子じゃない、わさび？わさび、はい、わさびか。茎わさびなんだ、食感あるやつだ。七味か。
ソースかなこれは。へえ。これなんだ、ガリか。なんガリじゃないな。ガリ。あ、ガリか。とんかつは北山さんの中で、うん、その好物の中に入ります。とんかつは入るんですけど、はい、ちょっとなんだろう、心配してることがいつもあるんです。心配していること、とんかつとか食べるときに心配していることとは。とんかつ食べるの俺結構下手で。下手？はい、とんかつ食べるの結構下手で。え、どういうことですか、とんかつ。笑われてます。わかります？わかんない、わかんないです。いやでもこれはわかる人いると思います。ご飯の量とかってことですか。じゃあ、じゃあなんで俺がとんかつを食べるの下手なんでしょうか。からしとかをつけすぎちゃうとか。じゃあ、あ、じゃあ聞いてみますか。一応、いや一応好きなんですよ、めちゃめちゃ好きなんですけど、下手なんですよ食べるのが。それ なぜでしょうっていう。衣がしなしなになっちゃってた。え、違う。違うかい、違うかい。でも今近かった。え、逆なんですよ。衣がギザギザしてるじゃない。刺さっちゃう。そう、刺さっちゃう。口の裏必ずめくれんの、やけどとかじゃなくて。どういうことですか。いや絶対分かってる人いるから。ああ、なるなるなるっつって。え、結構なりません。歯茎が、歯茎、歯茎。北山、重な質問。何の重。いやパチパチじゃない。そういうの初めて聞いたんですから。簡単な質問なので。何テンポよく。何10の質問です。怖いんだけど。いや全然、あの普通の簡単なやつです。マルチ、好きな色は。黄色か赤。マル二、好きな数字は。4。好きな食べ物は。肉、メロン、好きな桃、マンゴー。あ、いっぱいありますね。好きな季節は。春と秋。好きな言葉は。好きな言葉、好きな言葉。ああ。考えたことないわ。好きなスポーツは。好きなスポーツ、あー、マリンスポーツ好きだよ。好きな時間帯は。好きな時間帯、朝6時。好きな曜日は。好きな曜日、あ、金土。あと2問です。好きな都道府県は。都道府県、あ、沖縄とか好きだよ。ラスト、好きなひらがなは。ひらがな、目。何それ。何なのこれ、何なの。怖いんだけど。以上、以上です。あ、ただの質問。はい。なんだよ、心理テストとかじゃないんだ。全く。心理テストだったら発生できるじゃん。いや、その北山さんのことを知りたかったので。10個で収まらないだろ。いや、収まりました。収まった、はい、なんだよ、中身ねえな。好きな数字4。4、珍しいですね。俺ラッキーナンバー4なの。それは何か理由があるんですか。何か始めるときっていつも4なの。で、俺だからオーディションのときも44番とかだったし、大学の番、あの何、学生証の番号もなんとか44とか何44とか。たまたまだけど、そのテレビ入るときのやつも4番目だし。あ、確かケン君でしょ、IMP でしょ、で、大東入って俺ら入って順番。あれ、ナンバー I はその後じゃなかったっけ。ナンバー I は俺が入った後じゃない。え、あ、そうでした。あ、じゃあ違う、ナンバー I が先だ。だから大東じゃないわ。あ、そうそうそう、ナンバー I の後輩ってことです。そう、IMP の後輩。そうです。なんなら大東より後輩。俺一番後輩だから。あ、そうなんですか。そう、お待たせしました。うわぁ、すげぇ。え、で、見えないんですね。いくよ。
すごいぞ。じゃあサムネ、サムネだけ分厚さが分かる。お親指親指と、すごいですね。いいっすか。あ、今日メジャー、あ、メジャーなんでよ、セコム、セコムなと。なんでこれ、何センチ？ 2.5 センチ。わ、この衣、あれっすね、優しいタイプっすね僕に優しいタイプっすね。じゃあ行きますね。ギャー、いただきます。噛み切れるよ。うまっ、うまっわ、醤油だれいい。ちょっと甘、甘じょっぱい感じの、これすごい、うん、うん、うん、いや、めちゃめちゃ美味しい。なんだこれ、うま、これは美味しいわこれ3時間並びますね。これやってますねやってます。これも噛み切れない見た目ですけど、めちゃめちゃ柔らかい。やっぱ一日あれ何してんでしたっけ低温調理、低温調理してるから噛み切れる。これがお店の一番人気、これ一番人気ですかね。はい、一番人気です。優しい、うわうわ、うま、うわ、おいしい。衣も優しい、俺に。ちょっとなんか塩とかやってみようかな気になってたんだね、硫黄の塩。ちょっとピンク色なのこれ、紫色。ちょうん、うん、これもいいわ。硫黄塩、硫黄っぽい匂いするんですか。今のところそんな硫黄の香しない気がするけど、なんか塩だけを嗅いでもらうと結構硫黄です。俺鼻炎かこれ嗅いでいいですか。はい、もちろんです。ええ、失礼します。来た、匂い来ました。ああ、硫黄、ほんのり硫黄。俺鼻やばいのかなあ、でもする、ごめん、嘘ついた分かんない、ちょっと待って、俺鼻詰まってんのかな。あ、わさびもいいね、茎わさび。これはあれっすね、女しちゃって、うん、これも好きだな。辛すぎずちょうどいい。でもちょっとやっぱ香りがガツンってくるから、わさびの良さ。これ味変見事に成功してます。本当ですか。なんで俺の食いかけいくのよ、お口に取ってよ。そしたら、うん、あとなんかいいんだよあ、じゃあなんか食べていいですかじゃないけど、はい、今何も言わなかったじゃん食べていいですか細っこれ
このお店の一番人気で、うん、1日限定らしいんですよね、何食か。これ？はい。本当ですか？ここのお店だと10食ぐらいしか出してないですね。なので皆様これを食べたくて朝早くとか並んでくれるんですよね。ありがとうございます。は1日1食限定の極厚っていうのは1食、はい、その上のそれの倍の 600g の1食しか出してないので今日はもう朝一でなくなっちゃった。へえ、600ってどうなってるんですか、ちょっと想像がつかないです。本当 それの本当高さがあるバージョンって。こんなもん倍ぐらい、そうですね、本当にそのぐらいあります。あれさっき 2.5 ってたっけ。はい、5センチほどセコムぐらい。セコムセコムじゃん。こんな厚さってこと？ありますね。これはある。もっとあるかもしれない。マジっすか？はい、セコムサイズのとんかつ？何？こんな感じらしいです。うわ、やば。やば。確かに断面がこの倍ぐらいあるわ。倍以上あるわ。一等分にしてるので、一切れで 100g ぐらいあるので。ステーキだ。はい、ステーキです。まあ、今度あの朝10時に来て食べてください。プライベートで。プライベートもちろんという感じでした。うわー、満たされた。これボリュームもすごいし、ちょっと一回昼飯ダメです食べたら眠くなる。ダメですダメです。ということで次何食べたいとかあります？肉料理。肉料理焼肉？あ、そうだ。はしご、本当のはしご。なんだ、焼肉とかしゃぶしゃぶとか。でもどうだろうね、なんか面白いのがいいよね、見てて。ああ、そうですね。ローストビーフとか。ああ、いいですね。家でさ、ローストビーフとか作ろうと思ったことない？ないです。ない？お前そう、会話言わんないじゃん、そんなの。言われた。嘘をつけないんで。いやいやいや。ということで、今回肉みつシリーズ第2弾でした。拍手もいいんだけど、いや肉蜜シリーズって俺初めて聞いたから、ね、そんなの始まって俺聞いてないですからね。そんな感じです。終わったの？はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。何肉蜜シリーズって、はい。